こんにちは、亀山ライダーです。現在私は埼玉県比企郡小川町の道の駅小川町に来ています。地図で見るとこちら、関越自動車道嵐山小川インターチェンジから 4.1 キロほどのところです。小川町は1300年の歴史を持つ伝統工芸の小川和紙が有名で、この道の駅にも紙をすくっている様子の像が置かれています。和紙はこのように水の中の原料を手ですくって作るわけですね。何してるのかと思いましたわ、この像。この道の駅にはこの和紙作りの体験ができる埼玉伝統工芸会館が併設されているので、和紙を作ってみたい方はぜひお立ち寄りください。今日はこれからどこに向かうかというと、道の駅を出た後、時川町方面に向かって桃源郷どんぐり山のトトロに立ち寄り、終点山猫電鉄稲荷前に至る 17.4km 40分のツーリングとなっております。どうですか皆さん、いずれも空想の世界に出てくる名所ばかりですね。それでは埼玉の異世界をめぐるツーリング、張り切って行ってみましょう。道の駅小川町を出たら、そのまままっすぐ秩父方面へ進み、松郷峠入り口の交差点を左折します。ここからの道は埼玉県道273号西平小川線です。この道を交差点から 1.1 キロほど進んだ先、左手にあるのがこちら、林道の看板が出ていますね。来るまで気づかなかったのだけど、小坂滝の谷線という林道でした。ナビによればこの地点から目的地までは残り約900メートル、目的地はこの林道の中ってことになりましたので、先へ進みます。この林道は舗装林道でした。路面状況をお伝えしておきましょう。車同士でもなんとかすれ違える幅員があり、勾配は非常に低く、林道としてですが舗装の状態は良いです。むしろこの日は車や人が多かったのでお気をつけください。さて、目的地が見えてきました。日陰になっていた林の中の道が一旦終わるところ、突然目の前に明るい景色が広がります。この場所が最初の目的地、桃源郷です。桃の林がある場所でよく見かける桃源郷という言葉、これが何かというと、中国の大昔の小説に描かれた平和で美しい村に例えて、現実にはない楽園のような場所の意味になっています。物語では漁師が桃の林の中に迷い込み、洞窟を抜けたらその村にたどり着いたってことなんですね。迷いそうな暗い林道の先で美しい景色にたどり着く点で、なんだかシチュエーションが似てるじゃないですか。この場所には通路があり、ありがたいことに開放されています。少し散策してみましょう。桜の花によく似た桃の花ですが、桜よりも少し早く開花し長く咲いています。桃の種類によって花の色味に違いがあるのですが、この場所の桃も複数の色味が混在していました。ちなみに黄色い花は三種油というそうです。桃と違いますが、桃と一緒に咲いているところをよく見かけますよね。私今年は数回お花見したんですけれど、ここが一番素晴らしかったかなと感じます。他も綺麗でしたけど、何が良かったのかなというと、ゴミがない、ゴミ箱がない、注意書きすらないんですね。楽園である桃源郷にゴミ問題があったら興ざめですよね。物語の桃源郷はもう一度行こうと思ったらたどり着けなかったそうですからね。来年も確かにこの場所に桃源郷があることを切に願っております。さて、桃源郷の先にもまだ道が続いています。今回は林道が目的ではありませんので蛇足ではありますが、この林道小坂滝の谷線の終点を見てきたので簡単にレポートします。引き続き舗装路が続いて、起点から約 1.6 キロのところで舗装が終わりました。でですね、ここのポール、他の方のレポートによれば、以前はこのポールの先に終点の看板がついていたんじゃないかと思うんですが、取れてしまったのか取ったのか何もありません。つうか取れます、あれ。その先に続いているこのダートの道、まだ行けそうでしたので進んでみます。急な坂を登っていき、登り切った先で左にヘアピンカーブしています。この先は平らですが、非常に狭い道に変わります。ダートの始めから300メートルほどの地点です。やや広めのスペースになっていました。まだ道が続いているのかもしれませんが、登山路の定になってきたので、ここを今日の終点にしたいと思います。起点から 1.9 キロ、林道小坂滝の谷線、今日の終点です。何もありませんでした。やはり多分さっきのポールのあったところが終点なのではと思いますね。次の目的地に向かいます。埼玉県道273号西平小川線に戻って、時川町方面に向かっています。この西平小川線ですが、来る時に左折した松郷峠入口交差点から延長約6キロで小川町と時川町を結んでいます。途中に採石工場がありまして、特に平日は大型ダンプがよく通るそうなんですが、峠越えの道の割に結構いいペースで走れるみたいで気になりませんでした。それ以外の交通量は少なく、約 6km の間に一つも信号がないので快適でした。小川町と時川町の往来におすすめです。
ときがわ町側の起点、西平交差点に到着しました。右折して秩父方面に向かいます。接続した道は埼玉県道172号、大野東松山線です。この道を900メートル進んだところが目的地です。安らぎの家といううどんのお店が目印になりますが、こちら単にうどん屋さんというわけでなく、古民家を移築した農山村体験交流施設になっています。移築ってどこかから建物を持ってきたってことですよね。うどん打ち体験ができて、2階にはギャラリーがあるってことなんで、興味のある方はお調べください。今回のお目当てはこの施設の裏手にあります。建物の裏側にある山はどんぐり山と呼ばれているようですね。そしてそのそばにあるこちら、何かありますね。近づいてみましょう。近くに来ました。皆さん見えてますか？見えてます？こちら心の綺麗な人にしか見えません。どんぐり山のトトロです。このトトロは高さ 3.6 メートル、胴回り 8.6 メートルあるそうです。実物大って感じですね。まあ実物って何って話だけど、里山保全で伐採された杉の葉を使って2001年に作られたのが始まりだそうです。使う杉の葉の量は軽トラック17台分にもなるそうです。面白いのは約2年に一度新調されていて、現在は11代目、直近だと2020年12月6日に新調されているので、もしかすると今年新しくなるんじゃないでしょうか。作りたては杉の葉が緑っぽいので、そこを狙って見に行くなんていいかもしれないです。トトロのオブジェの先に展望台があって、階段も設置されています。ここまで来たら物のついで行ってみましょう。最近よく山登ってますね私。見えてきました、どんぐり山展望台というそうです。それではご覧ください。トトロの舞台は所沢あたりがモデルだと聞きましたが、埼玉県つながりということで、乗っかれるものは乗っかっていこうというところですね。私は映画に描かれていた風景をよく覚えていないのですが、こんな景色な気がしてきました。こうして見るとトトロが里山を見守ってるように見えますね。なんだか微笑ましいんですけれど、昔から思ってることを言っちゃうと、私あの子供たちがトトロに刺してビビらないことにびっくりなんですよね。ほんとアイアンハート。自分だったら山であんなものが出てきた日にはもう転倒必須でしょう。次は今見えている山の方に向かいます。最後はトトロつながりで猫バスのバス停に向かいます。今来た道を戻って最初の交差点宿を右折します。ここから目的地まで上りの道を道なりに 5.1km です。ナビに設定する目的地はくぬぎ村体験交流館が良いかと思います。地図で見ると分岐がいくつかあって複雑に見えるのですが、迷ったら道なり、道なりを信じて進めば到着するはずです。というのも進むにつれどんどん山の中になってきて、この先に村なんてあるのか不安になってくるんですよね。要所要所でこのくぬぎ村の案内が出ているので、これを見て心を落ち着かせてほしい感じですかね。このくぬぎ村というのは通称なんでしょうか。住所としてはときがわ町くぬぎ平という地名になっています。あれがですね、なんか体験交流館、あの廃校になった学校が元の建物ってことでしたね。こんなところに学校ってすごいよね。くぬぎ村体験交流館前に到着です。この地点の標高は400メートル。もともとは100年以上の歴史を持つ小学校がありましたが、2004年3月に廃校になっています。地元の方の話によれば、くぬぎ村には現在60世帯くらいあるそうです。で、さてお目当てはまだここじゃないんですよね。今の見ました、ナビ。サジ投げただろお前って思いますよね。猫バスのバス停はこの越沢稲荷の大杉のそばにありますが、地図に道がありません。まさに道なき道ということで、動画を作って分かったことを交えつつ詳細にレポートしていきます。この上なのかな。まずこの階段ですが、浅間神社の階段で直接大杉に行けるわけではないようです。この神社はとんでもない急な角度の階段で名を馳せてまして、途中からは申し訳なさ程度の命綱のようなロープが引いてあるようです。私が見た写真だと細いロープが地面を張ってるような感じでしたね。スリル満点の神社ということで、よかったらお立ち寄りください。ちょっと先まで行ってみましょうか。まっすぐ道なりに進んだ先にあるこちらの右側、これ分かります？皆さん、僕は気づきませんでした。クヌギの七曲がりというあぜ道です。2017年2月にできた新名所で、ときがわ町のウェブサイトにも載っていました。7種類の植物が植えられていて、花が月替わりで開花するそうです。名前の通り道が7回曲がって、最後は越沢稲荷の大杉につながっているってことですね。
なのでこれが今のメインルートなのかもしれませんが、また山登りかというところで、できるだけ楽していきたいのが人情でございます。分岐を右側に行きます。道幅狭い、この先300メートルより通行不能、通り抜けできませんの注意書き、そして越沢稲荷の大杉まで300メートルの道案内が出ています。今の大杉って書いてあったじゃないですか。それのそばだと思うんだよな。再び分岐があります。直進は行き止まり、右折は大野方面の案内が出ています。大野というのは同じ時川町の地域で、山を越えた向こう側の住所ですね。そういえばどんぐり山に行くときに通った道が大野東松山線でしたね。こっちかな。大杉、あ、こっちですね。ここからダートです。今なんか見えたぞ。あ、それだ。お待たせしました。それではご覧ください。ここの右側の道がクヌギの七曲がりだと思います。なぜここにバス停がという感じで、こちらが山猫電鉄バス稲荷前バス停です。松山行きですね。今ちょうど猫バス来てますけれど、皆さん見えてますか？見えてない。残念、心が汚れているみたいですね。バス停の隣には越沢稲荷の大杉の説明があります。こちらがその大杉、幹回り 6.05 メートルの立派な杉ですね。奥にある神社が越沢稲荷神社で、稲荷前バス停の由来かなと思ったんですけど、知りませんでしたが、トトロの映画ポスターに描かれているバス停が稲荷前なんですね。なるほど、そこにかかってるのかと。それなら稲荷神社って全国にたくさんありますから、そばに稲荷前バス停を作ったらトトロファンが来て一儲けできるんじゃないですかね。それからこれもお伝えしておいた方が良いでしょう。奥にまだ道がありますが、狩猟バイクなどの立ち入り禁止の警告が出ています。同じ警告が今来た道の少し先にも出ているのでご留意ください。ただこっちは面白い話が聞けたんで紹介したいと思います。クヌギ村体験交流館に戻ってきました。この日はコロナの影響で休業中でしたが、今現在は営業を再開されています。郷土料理で名物のひもかわうどんが食べれるだけでなく、うどん打ち、工芸品作りの体験などもできるので、クヌギ村訪問の基地にご活用ください。この場所こんな感じですごく眺めが良いです。ここで食事ができたら天空の食堂という感じがするんじゃないでしょうか。聞いた話っていうのが、ここであったおじいちゃんです。おじいちゃんが言うには、ここは大野の小学校の分校だったんだって言うんですよ。山の向こうにある学校の分校だと。それはもう3回ぐらい聞かされました。廃校だってことは知ってたんですけれど、どこかの分校だとか知らなかったんで、帰って調べてみたんですね。それで分かりました。もともとは大クヌギ第二小学校です。で、この小学校明治7年からの歴史があって、これ以前にも別の名前があるんですね。大クヌギ第二小学校の時はすでに独立した小学校になっているのですが、歴史を遡ると山の向こう側にある大クヌギ第一小学校、ここの分校でした。ここも明治5年からの歴史があって、何度か名称が変わり今は廃校しているんですが、時川町教育委員会の遠隔に書かれていたので間違いありません。私は通レポを作っているのに、なぜこんな資料を読んでいるのか意味が分かりません。とにかくおじいちゃんの言っていた通りで、これまともに移動すると9キロ、歩いたら2時間です。単純に直線で結んだらちょうど先ほどの山を越える形で、はるかに短いですよね。今通れるかは別として、さっきのあの道が大野まで続いてるんじゃないかと思いますね。次の機会に今度は大野川を探索してみたいと思いました。というわけで通レポは以上です。ご覧になった方がいるかもしれませんが、今回初めての試みでこのツーリングの最中にライブ配信をしていました。ライブ配信なら今いるその場所をお届けできる利点があります。このツーレポにまとめるのはどうしても時間がかかるんですね。
今回の桃源郷なんかだと動画ができる頃には見頃が終わっちゃうと思うので、速報性の点でライブ配信を使っていこうと思います。ツーレポができたら下げる形でいこうと思いますので、チャンネル登録しておくと見逃さないんじゃないかななんて思うわけです。よろしくお願いします。それでは今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。亀山ライダーでした。